シャドウもやられた。井上も死にかけた。みんな、俺が弱いせいだ。だけど、このままじゃ俺は。元気かイチゴ。レンジ、一角、ユミチカ、ランギクさん、どうしろ。室ヶ谷隊長だ。お前ら、なんでこっちに。上の命令だよ。アランカルトの本格戦闘に備えて現世に入り、死神代行組と合流せよってな。アランってなんだ。ねえ、なんだお前、相手が何者かも分からずに戦ってやがったのかよ。たわけ。貴様がこの間ボコボコにやられた連中のことだ。ルキア、久しぶりだな、イチゴ。ルキア、お前。なんだそのふぬけた顔は。もっと来い。ちょ、なんだルキア、おい。おいルキア、一体どこ連れてきなんだよ。うるさい、黙って走れ。もうすぐそこだ。愚か。何をしている。その程度のホローを倒すことなどわけないだろう。うるせえな、言われなくても。知っておるぞ。貴様、アランカルどもにやられてから一度も死神化しておらぬだろう。何を恐れておるのだ。貴様はその程度で心折れるような男だったのか。敗北が恐ろしければ強くなればいい。仲間を守れぬことが恐ろしければ強くなって必ず守ると誓えばいい。内なる炎が恐ろしければそれすら叩き潰すまで強くなればいい。他の誰が信じなくても
ただ胸を張ってそう叫べ。私の心の中にいる貴様はそういう男だ、イチゴ。うるせんだよ、てめえは。ほら、さっさと入れよ。うん、この小部屋に入るのも久々だな。姉さん。お、久しぶりだな、コン。この踏みつけ、これぞまさしく姉さん。俺は幸せっす、姉さん。遊んでねえでさっさと教えろよ。アランカルってのが何なのか、なんで俺らが狙われてんのか。待ちな、そいつは俺たちが押し。おい、てめえらどっから入ってきてんだ。つーか、人の部屋の電気に何してくれてんだ、こら。電球とかけてみました。何用だ。アランカルは仮面を外し、ホローと死神二つの力を手に入れたホローの一団だ。今まで数も少なく未完成だったが、そこに宝玉を持ったアイゼンが接触することで生体のアランカルが誕生した。そいつがこの間の2体だ。ここまではわかるな。ああ、わかる。スケッチブックがなければもっとわかる。当初、ソウルソサエティはアイゼンが直接ことを起こすまでは生還するつもりだったんだ。13体も隊長3人が抜けてバタバタしてたしな。だが予想外に早く生態が完成し、そいつが現世に送り込まれたことで、そうも言ってられなくなった。
そこで急遽選抜されたのが俺たちだ。ともかく、てめえは確実にそのアイゼンに目つけられてるってことだ、黒崎一護。フォローには体調核以上の戦闘力を持つ奴らもいる。そいつらが仮面を剥ぎアランカル化した時、どれだけの力を手に入れることになるか。奴らとの戦争はこれからが本番だぜ。覚悟しておけよ。で、お前はどこに泊まる気なんだ？たわけ！私の寝床といえば、あの小汚い押し入れの他にないだろう。世話になるぞ、イチゴ。てめえ今うっかり小汚いとか言ったろ。揃ったか。グリム嬢、ここへ来る途中複数の強い霊圧を感じた。ウルキオラの報告と一致しない。ソウルソサエティから援軍を呼びやがったが、最初から殺しときゃこんな面倒にはならねえのによ。エドラド、イルホルト、シャウロン、ナキーム、ディロイ、遠慮も区別も必要ねえ。少しでも霊圧のある奴は一匹残らず皆殺しだ。この霊圧、あいつらだ。ルキ、分かっている。6体か。こちらに向かってきてはいないが、奴ら、霊圧のある人間を見境なく襲う気だ。クソ、私も共に行く。急ぐぞ、イチゴ。が来てくれて家族が増えたみたいで嬉しいな。本当のお姉ちゃんができた。教えてほしいの、一二。一二が何に悩んでるの。何言ってんだガリン。お前、私知ってるんだよ、一二が死神だってこと。もうずいぶん前から見えてるんだ。教えてよ、どういうことなの一二。
悪い。今は何も言えねえんだ、カリン。ルキアちゃん、住む場所も食べるお金もがっつりなくしてしまって大変なんだって。好きなだけ泊まっていきなさい。母さん、聞いてくれ。冷めてもお前たちへの愛は冷めないよ。グモーニング、イッチゴー。うるせえクソ親父。やめなよ二人とも。ほっときなユズ。